演技レッスンをあの2日間受けましたで最初は、えー、と2つの,きあの動機があって1つはあの昔からそのいつかは演劇をしてみたいでも恥ずかしいしあの、まあ、お教えてくれるような方もいらっしゃらなかったしだけどもいつかはやりたいと思っていたことがまず1つとそして、えー、もう1つ目が、えー、私コンサルタントと講師として、えー、仕事をしているんですけれども 演劇力があれば、その講師としての、まあ、受講生の巻き込み力とか、その伝える力っていうのが、磨きがかかるんじゃないかなって、なんとなくこれは直感で思っていたので、あのまあ、この2つがきっと満たされるのかもしれないと思って、えー、里見先生の演劇レッスンを受けました。で、結果は、あの、一言で言うと想像以上、あの、私が求めていたことのより、 何個 ?3 倍とか10倍とかのものが、あの、受け取れました。で、これ全部言ってしまうと、本当に30分ぐらいかかってしまうので、えー、今日はその中の2つを言ってみたいと思います。で、まず1つは、あの、これは狙ってた結果だったんですけれども、まあ、狙ってたと言っても、こういう結果で、 あの、帰ってくるんだって、そこまでは想像がつかなかったんですけれども、まず一つ目れられたことが、あの、講師としての巻き込み力が、あの巻き込み力とか影響力にあの効果があったということなんですよね。で、具体的に言うと、あのー、その演劇の指導を受ける中で、その声のエネルギー、ね、見えないじゃないですか、声って見えないけれども、その声のエネルギーを感じる的なワークもあるんですよ。あの、演劇をするときに、こうね、あの、 観客の方をこう巻き込んでいくために、あの、もう必要だっていうふうに里見先生はおっしゃるんですけれども、あの、声のエネルギーの届かせ方と私は受け取ったんですよね。で、あの、まあ、何が起きたかっていうと、 その講演会、あの40人、50人とかっていう方が、あの対面の場で聞きに来てくれる講演会を年に3回、えー、のやっているんですけれども、その時にやっぱりね、あの人によってはこう眠くなっちゃうとか、ちょっとつまらなそうに聞いてる方なんかも何人も何人かいらっしゃって、で、その時、そ,その時に昔だったらちょっと変な自己対話が始まっていたはずなんですよね。あの、なんか面白くないんじゃないかなとかあの、なんかこの人にとって役立つことを言えてないんじゃないかなとかっていう、そういった、うんうん 後ろ向きな自己対話が始まっていたのが演劇レッスンの前だったんですけれども演劇レッスンを受けた時にあのその声の出し方声でその巻き込んでいく感覚を、えー、捉えさせてもらったのでその講演会をする時にあにちょっと眠っているような人にこの声のエネルギーを届ける。 えー、相手のことを空気で巻き込んでいくみたいなことを実践できました。で、その結果、あの、昔のような変な自己対話が始まらなくなって、おそらく、えー、まあ、巻き込み力とか影響力とか、えー、そういったものが上がったんじゃないかなと思っております。 はい。これは、あのー、私、セミナーの講座とかって結構受けて、こういうふうに話すといいよとか、こういう流れでお話しするといいよっていうセミナーの講座とかって受けてはきたんですけれども、その、巻き込み力を上げてくとか、相手に響かせるっていうところまでは、あのー、もちろん教えてもらえなかったし、体得できなかったので、まあ、これは誰かに対して、あのー、 でそれがお子さんであったとしてもご主人であったとしてもあのクライアントさんであったとしても誰かに対して何かを教えるような仕事をしている人はあのぜひこの感覚を捉えてもらいたいなという気持ちはあります。これが1つ目。で2つ目が、あのー、これも端的に言っちゃうとつまらない言葉になっちゃうかもしれないんですが人の気持ちが分かるようになった。 これどういうことかっていうとあの、まあ、私子供3人いますとであの、ね、人の気持ちをよく考えなさいとか言って言葉でよく言ってきましただけれどもあのその相手が何考えてるかって実際分かんないじゃないですかそれが実際子供であっても近しい友達であってとしてもで演技をする時にあのこれも里み先生のアドバイスあってのことなんですけれどもあの 私が配役されたあの役をこう1日目2日目って演じるんですが2日目のお昼前ぐらいにあのこの配役されたあの役の,あの 背景がスーって入ってきたんですよね。なんでこの人こういう発言をしてるんだろうとか、なんでこういうあの表情をするんだろうみたいな、そういうあの背景を推測するような思考が私の中に入ってきたんですよ。で、その時に、だからこの人はこういう発言をするんだとか、だからこの役の人はこういう振る舞いをするんだ。なるほど、みたいな、その言葉の下に隠された、たくさんのその、あの、 目には見えない背景っていうのがやっぱり人にも役にもあってで役にあるってことはもちろん人にもあるでそういう視点で、あのーまあ、捉えた時にこれは自宅に帰った時に実際に起こったことなんですけれどもあの子供のたった一つの発言があのいつもだったらあそうなのぐらいで終わってたところがこの発言をするってことは彼の中に何が起きたんだろうってわー その人のその人っていうか息子の背景とか感情とか感覚とか過去の思い出とかっていうのが、あのー、推察できるようになった。これはあの人の気持ちを思いやりなさいっていう一言のアドバイスでは絶対に得られないこと。であのー、もちろんね人のことを100%分かりきるってことはできないことなのかもしれないんだけれども。あの 理解しようとする努力っていうのが本当に思いやりになるんだなっていうことをあのとても体感してます。あの息子とかあの旦那さんとか主人とかあのそういった近しい関係で,、ね、で私はすごくあの役立ちました。で、あの3つ目あの、まあ、お伝えしたいことは2つですよって言ったんですけれども最後に私がものすごく ドキととしたことがあってあの2日間の演技レッスンをしたその最後の時間最後のフィードバックの時間に里見先生がこう一人一人「まるさんはこうですよね」ってこうですよねって一人一人あのフィードバックをくださる時間があるんですよ。でそのフィードバックがもう何でしょうね。あのー あの図星すぎてというかそんなこと私気づいてなかったし気づいてたとしても見せないようにして,たい,していただろうことをズバッと言われてで結構それがなんか私の中にある殻をこう 破らせ始めたんですよねだからこの演技レッスンをこの見守ってくれるでしかもスペシャリストではないとフィードバックできないようなことをズバッと言ってもらえたのはものすごく大きかったですし他の方でもなんかもう涙中には涙するような方もいらっしゃいましたし、あのーまあ、何が 出てきたかっていうのは、ここではあえて言わないんですけれども、その最後にフィードバックされるものがかなり宝物だったりするので、ぜひこれはあの受け取っていただきたい。本当、何が出てくるか分からないには分からないんですけれどもあの、受け取っていただきたいなと思います。はい。あの、以上、あの自己紹介して忘れましたけど、大沢ゆきと申しました。はい。では、ありがとうございます。